ただ猪木の常識常識っていうのはね、僕はちょっと深い、これは実は深いって思ってて、はいはい、だからそのものすごく僕は常識的な人だと思うんですよ。わかる、それもわかる、ね、非常にわかる。だからその中で非常識だから、例えばさっき大谷さんが僕なんかにもこんな丁寧に喋ってる、はいはいはい、あるいは僕なんかにもそんな本気で人生をついて語ってくる、あるいは なんて何もないったら失礼だけど、その日あった例えば若者であっても何か感じるものがあれば、そこに、そうですね、これって非常識じゃない、ある種普通じゃないじゃない。上海、はいはい、上海行った時、上海一緒に行ったときね、あの時もね、結局昼間1時、2時から乾杯乾杯始まったじゃないですか、はい、で、あのパイジュってやつをね、はい、強い中国語か、ね、大地を飲んで散々酔っ払ったなと、俺らも相当一気したなと思って、けどふっとね、我に返ったさ、あの時もうそのおめえ難しい顔してんな事件の後なんだけど、はいはい、パッと見たらね、もう誰が一番飲まされてるかって言ったら、やっぱり井の会社も飲まされてるわけで、当然主役なわけだから、押したら会が盛り上がって、じゃあ次行きましょうって、うん、おいでね、連れてかれた先は、うん、大体上海から高速飛ばして1時間半ぐらい、ね、はい、ね、真っ暗闇の中にビルが高校と、はい、あのね、女性いっぱいのカラオケ、ま、カラオケビルみたいなとこ行ったりした、そしたら案の定僕もまた会場に行ってたらね、また一気一気やらされてるのが、やっぱり日の会社が一番やらされてるんですよ。ほいで他の人は何かあったら、まあ、女の子が横に座ったりカラオケやったりね、ほいでこれやばいなと思って、で僕もね、そうそう、これ会長相当飲まれてるから車を用意した方がいいんじゃないですかって、そしたら、あ、じゃあいいですよ、僕行ってきますんでいいですかって、で会長のところに行ったんですよ、はい、そしたら行ってそのことを伝えようとしたら、おう、お前もちょうどいいや、一緒にやれって一気起こされ一緒になってやらされたんですよ、はい、もう会長も大変だったんで、はいはいはい、で僕はそのちょっと曲がった時に、はい、じゃあすいません、ちょっとあの僕もあの用意しましたんで、ちょっと私お声掛けしたら一緒に来ていただけますかって、会長僕も見ないんですよ、はい、まだその周りの方からね、はい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 、やってて、で、よし、聞こえてるのかなと思いつつ、うん、まあいいやと思って、で、まあ戻って、うん、で、小石以外して、うん、会長って、お風呂が出ましたって言ったら、会長またうーって開けて、そのままちょっとトイレ行くような感じで、こうやってやったら、こう、なんか踊りながらね、はいはい、バーってずっで一緒にエレベーター乗って、あ、はい、で、まあね、奥様と私と3人だったんですよ、はいはい、でタクシー乗ったらもうこっちは上海の中で真っ暗やで、はい、これだけ高校飛びる、はいはい、でそのままブーッタクシー始まって、ね、はい、始めだした、はい、したら日本会場はね、そこで初めてふーってため息つかちょっとね、なんていうのかな、僕がそういう様子を見てたからこそタクシーも呼んだんだろうし、うん、そのまあ難しい顔するなって僕に言った相手じゃ、うん、相手じゃないですか、だからまあ見られてたっていうのもあったんでしょうけど、なんかちょっとね苦笑いされてね、こんなことやりながら50年経っちまったよ、だけどな、人間同士が好きになったり嫌いになったりするってほんの一瞬のことじゃねえか、うん、だからな、俺はなあんな飲み会一つであったとしたって、うん、俺がほんの一瞬でも嫌な顔を一つ見せてしまったら、うん、これから仕事を一緒にやっていこうっていうお互い同士がそれでダメになっちまうかもしれない、うん、あるいはね、なんか仲たがいしてしまうかもしれない、うん、それはな、決して媚びを売るとかそういうことじゃなくてな、人間同士そういうことってあるんじゃねえのか、うん、それはな、お前は若いやつにもちょっと分かってほしいところなんだよなって言いながらね、スーッとそう見ちゃったんですよ。僕ね、その日、その日の全部巻き戻すように会長の姿が思い浮かばれたんでね、そしたら、うわーって、そうだよなーって、あの何時間も一気一気で周り囲まれて、その間、この人は一度も笑顔を、ね、切らすことなかった、もし俺だったら、あるいは他のレスラーたちだったらどうなってただろう、うん、もう途中で自分がそろそろ嫌だなと思った瞬間、俺に触れるなっていう、その脅しのオーラを自分に貼っちゃうんですよ。それをね、最後の最後まで、人間同士好きになったり嫌いになったり一瞬のことだろう、その一瞬を作らないためにどれだけあのこの人は、うん、その笑顔で心をそのつなぎ止めてたのか、うん、もう僕もね、それを思った時ね、そのタクシーの中でね、もう涙がやっぱ出ちゃいました、うん、すごいなって、こういう心の強さって一体どうすりゃできるんだろう、うん。
うまい。だからね、まあそういった中でね、まああの IGF の時間っていうのは、まあ自分が今まで思ってて、もちろんこれある種無視無視にしちゃうんだけど、ロビンソン先生の技術っていうのはこれすごい、はい、これまさに強さと結びつく部分であるかのように見えるし、まさにそうだと思うんだけど、うん、ただその技や力や術じゃない強さっていうのかな、うん、その根底にあるものをそういう場面場面あるいは言葉で見せられた時に、こりゃ勝てないなってなるほど、そういう、あ、人間力みたいなのだよね、うん、ってことですね。あるいはみんな何て言うんですか、結局力や技なんていうのは体が失われていけば、年を取れば失われていっちゃうものじゃないですか、うん、けどこの人はもうリングを降り、力もね、かつての力はなくとも、こういうその、うん、その人の中で、あるいは自ら進んでその相手に幸せを、そしてまたね、相手の行為を笑顔で受け止め、そして自分がもう辛くなろうとも、その一瞬の嫌な間を作らないために笑顔で半日も居続けることができるなんて、こんな真似をできる人はいないな。特にこの業界、相手に自分の強さ優位を作るために凄んでみたり、ね、脅してみたり、そういうことがあるし当たり前にいる人が多い中です。だから自分らはそういったものがあたかも強さであるかのように勘違いしちゃう、はい、あるいはしてきてたかもしれない、うん、あるいは自分もやってたかもしれない、はい、だからそういったものがいかに違ってきたか、間違ってたか、うんうん、そういうものをね、もう思い知らされましたね。だって僕らみたいな人間に対してもちゃんと敬語で話してくれるから、うん、恐縮しちゃいますよね。それね、すごいと思う。すごいっすよね、うん、それは本当に思います。ということで、またです。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。いただきましょうか。はい、いただきます。猪木さんの、まあ、結果的にはお亡くなりになる10日前にお話を聞かせていただいて、たんですけど、猪木さんは何日ぐらい前にまで、あの結果、猪木さんの最後にお会いしたのは、ね、4日前だったから、これでね、前々日かな、前々日、実はマッサージの、大体僕ずっと週1の固定があったんですよ。それも後半は毎日のように行ってる時もあったんですけどね、はいはい、ただその何日か前行って、その前日に体調崩されたんで、その翌日だった時行かなかったんですよ。けど今思えば行っとけばなと思った。だから4日前にお会いして3日前がマッサージの約束になってたんだけど、それがちょっと調子が悪いって、それで2日前回復されて、それで翌日だったんですよ。だからあの今3日前は伺っておけばよかったかなと思ったんですよ、今思えばね。だって別にマッサージしなくてもお顔だけ見に行くだけでよかった。まあまあまあ、そうか、そうですね。僕はもう正直、その亡くなる10日前に猪木さんにまあお会いすることできたんですけど、それまで6年近く会ってなかったのもあって、すごい久しぶりの再会で、もうまあ猪木さんはどう思ったかあるけど、僕はもう涙でのあれだったんですけど、あのまあでも結果的にあいつちゃんと最後の言葉を届けられたことは良かったなと、はい、いろいろ言われましたけど、うん、まあけどね、やっぱり、まあ、大谷さんなんか久しぶりに十何年ぶりでしょ。6年ぶりぐらい。だから6年も空いちゃうと、まあ大体その最後 3,4 年の中で、まあ 2,3 年の中で、特にね 2,3 年の中で一気に体力を落とされた、そこの様子がわからないと、やっぱりあまりにもやっぱ猪木会長のその強い上がるイメージが ね、引きずっちゃってると、あの瞬間いきなり行っても
ちょっと状況が分かんなかったと思いますよね、うん、分かんなかったと思う、はい、愕然とする、ね、うん、に近い、ああこんな感じなんだ、うん、ただまあそれはね、いろいろあるでしょうけど、まあ言われる見ても分かりますけどね、ただやっぱり最後の言葉として残ったものっていうのは貴重だ、やっぱり貴重だと思いますよね、はい、やっぱりそうじゃなかったらそういう最後きちっと何か猪木会長がその発信するという意図を持って何か語ってくださるってことは機会なかったかもしれないですね、うん、よかったって言ったこと聞きたくても聞けないわけだから、うん、そうですね、もう肉声は、はい、なかなかね、うんうん、まあいろんな映像確かに残ってるけど、その最後の最後その飾られた言葉っていうのはやっぱり、うんうんうん、聞けて届けられてよかったな、うん、本気で思ったし、はい、そこで今日は、まあ、たっぷりあるよこれ、もう10人前ぐらいね、どうぞ回して、うん、今日から豆腐ハンバーグから豆腐ハンバーグから回してください、ありがとうございます。2個僕あの時の映像を2回出たんです。猪木さんが亡くなる、本当は亡くなる、あれ10月1日に亡くなられたじゃないですか。で10月1日にもう本当に崩壊しようと思ってって、な朝方亡くなったってなって、テロップとか差し替えなきゃいけないって言って、で出さない方がいいんじゃないかっていう声もあったしたんですけど、でもいやここは出そうっていう判断に最終になって、でテロップ差し替えて最後の言葉っていう全然違うタイトルだったと思うんですけど、それにして流したんですよ。で1回目流して、で2回目もその2日後か3日後ぐらいに2本目出たんですけど、すごいやっぱ僕は編集とかしないので、編集とかしてる人が大変で、その意味も含めて、その人たちへのよくこのタイトなスケジュールでやってくれたねっていう思いも含めて、僕は間違ったことしないと思ってるけど、交互期待って言ったら、その交互期待とは何事だってみんなに言われたんだけど、猪木さんは猪木の常識、非常識の人なんで、僕は全然間違ったことをやってると未だに思ってないんです。ただ猪木の常識非常識っていうのはね、僕はちょっと深い、これは実は深いと思ってて、はいはい、だからそのものすごく僕は常識的な人だと思うんですよ。分かる、それも分かる、ね、非常に分かる。だからその中で非常識だから、例えばさっき大谷さんが僕なんかにもこんな丁寧に喋ってる、はいはいはい、あるいは僕なんかにもそんな本気で人生をついて語ってくる、うん、あるいは なんて名もないったら失礼だけど、その日あった例えば若者であっても何か感じるものがあれば、うん、そこに、そうですね、これって非常識じゃない、ある種普通じゃないじゃないですか。だからこういうことを含めて猪木の常識、非常識っていう猪木会長の非常識さっていうかね、だからいわゆるその普通の人の物差しでは感覚では測れないっていう、僕は意味にとってます、はい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 、うん、本当にだから、うん、まあそういう意味ではまあね、うちの妻なんかも最後ね、その介護をね、お手伝いさせていただいてる中で、はい、まあそういういわゆる、まあ、名もない、まあ、まあ自分の妻だって意味じゃ、まあ、知らない中じゃない、まあ、当然いろいろお世話にもなったんで知らない中じゃないんだけれど、うん、ただもう、ね、僕は61になって、まあ、2つ違いでもう60になろうっていう時にね、要するに君は将来何をやりたいんだい、うん、もう猪木会長今結果で言えばもう明日にもっていうね、明日をもっていうご体調の中で自分が介護を受ける側なんだけれど、うん、その介護をしてる人間に対して君は一体将来何をやりたいの、うん、60歳の20歳や30の、うん、20や30のね、うん、女性だったらまだ分かるんだけど、うん、10代やね、うん、60のなろうっていうね、女性に、うん、君は将来何をやりたいんだい、うん、ねえ、だからもうこのそれによってね、今本当に会長殴られた後、彼女は今昔ね一回ある種諦めかけた捨てかけた夢にまた取り組み出してますけどね、だからそういったね力を与える、うん、あるいはその誰に分け隔てなくその心を伝えるっていうかね、うん、何気ない一言で人生を救うっていうか勇気を与えるっていう、はい、この非常識、うんうん、
僕はこれこそが猪木の会長の一番の非常識だと思います。常識では考えられない。もうこのね、昼の練習終わった後の昼っていうか午前のね、はい、練習終わってお昼のちゃんこが一番おいしいですよ。夜のちゃんこよりおいしいね。あ、開放感の不思議です、ね、うん、なんかね、うん、ピクニックみたいな気分なんですあとなんかね、僕なんかで言うと懐かしい。あ、はい、うん、午前中練習して、はい、で汗をかいた後にちゃんこって、このね、まあ、僕なんかその懐かしさや、ただ実際気持ちいいですね、うん、割と日が入るんで、うん、こうなんかピクニック気分です、はい、まあでも本当そうですね、うん、でも山田さんもそうだし、奥さんもあと猪木さんとこう波長というかあったんでしょうね。なんですかね、ただね、僕はあの難しい顔してるって言われた時に、はいはいはい、やっぱりそれに対して、まあ、会長も一瞬んと、まだおめえこの1年以上経った話をまだっていうね、そういうことがされる、あれでやっぱりそのなんて言うんだろう、その向き合ってた時間、その会長には見えなかった見せなかったその時間で僕が向き合ってたっていう、そしてそれを本気でなんて言うのかな、考えてたっていうものが何か伝わったのかなと思います。なるほど、うん、うんうん、だから本当にそういういろんなことを、まあ、ただよくまあ難しい顔してるなっていうのを5回6回言ってくださいましたよね。もう当時あの頃45ぐらいになってるから、もうまず40人間もう学校卒業したら怒られることって、うん、確かにそうですね、なくなってくるじゃないですか、はい、だからそういう中でね、もう役も終わった44、45の男に難しい顔してるなって、本当ね、今振り返ってもね、よくぞ言ってくださいましたって思います。 あれをね、僕言われなかったら、ちょっとその後の人生やっぱりより一層ちょっと苦労したでしょうね、うん、まあ今も当然それは会長のようにはできませんけど、何か一つ光をね、うん、教えていただいたっていうか見せていただいたって感じしました。皆さんのおかげでいろんなことを学ばせてもらいます。ねえ、そう、だからまあみんなあまりにそのプロレスラーとしてのね、輝き光が強さ強かったから、当然そこは会長も一番自分の一番のそのパワーのところなんだけど、ただやっぱり最後は立ってられないくらい、ね、あれだけ肉体で言えば世界一かっていうような、そういう人がもう立ってるのもやっとな状態になっちゃった。ただそれでもなおね、先ほどの妻の話じゃないけど、介護してる人間に力を与え、でね、お見舞いに来た人が時に、いや、猪木会長、あの、元気もらいました、ありがとうございましたなんて帰る時は、ね、実際、ね、あったわけですよ。そんなね、猪木会長もね、苦笑いして、なんであいつ、俺お見舞いに来たんじゃねえのかってね、苦笑いされてましたけどね。だから本当にそういう、なんていうのかな、人に力を与えれる、人生に、ね、はい、何か勇気や元気や何かを与えるって、これすごいことじゃないですか。だから当然その中心がプロレスだったかもしれないけど、本当に政治家になられても、そしてあるいは何か事業への意欲っていうんですかね、そういうものや、あるいは何か表に立たれて話し合う時でも、人と接する時に常にやっぱり俺らが人と会う時はねっていう、あのまさにそれを日々あるいは人生通して実践されてたなっていうのは感じます。じゃあ皆さん、最後にというか、何だろう、25年、これから30年、35年に向けて、もしくは25年の、なんか今年なんか皆さん 何か仕掛けるというか、仕掛けるっていうことのあるんですか。まあ25年ね、経って、うん、まあハッと気づいたら幸せ25年経っちゃってたっていうね、ところで、まあ本当に、うん、まあね、昔だったらこれはっていう、例えばユンちゃんの時代だったらね、そんなことも考えたもんだけど、今まあただ本当にまあ自分自身が今ね、そのロビンソン先生が伝えてくれたキャッチアズキャッチキャン先生のどこまで自分がその先生からもらったものをきっちり受け止めきれてるかっていうね、結局ちょっと見せてもらったら知ってるだけじゃやっぱりまだ受け継いだとも言えないんですよ。また同時に人に伝えてるわけだけど、まあちょっともう一回初心に戻るっていうところですかね、逆にね、今ここで何かを乗せるっていうよりも、もう一回初心に戻るっていうことを、まあその中でやっぱりいろんなもう一回新たな目標っていうのが出てくる気がしますね、うん、ちょっとはっともう
あと気づいたら25年経っちゃってたっていう部分もありますから、もうやっぱり日々ね、この25年だからスタートってやっぱりテイズさんやロビンソン先生に手伝ってもらい、これもまた膨大な力がいったんだけど、この25年っていうのはこの場所、まあ来ていただければ分かりますけどね、相当広いでしょ、うん、まあそういう中で、まあ最初ね、ロビンソン先生に10年いてもらう、そしてまたこの場所を維持する、うん、まあそういう部分で消耗しちゃった部分もいっぱいあるわけですよ、うん、まあそういう中で、まあいろんな先生に教えてもらったことを、まあ、伝え自分自身が吸収しまた伝えるっていうことをしてきたわけだけど、はい、もう一回その何て言うんだろうな、いろんなそういうものを忘れてね、なぜこれを始めたのかっていう、うん、なぜこれをこのジムをなぜ始めたんだっていう、もう一回その初心をね、うん、自分に問い直して、はい、うん、また新たなスタートというか新たな一日が始まるつもりで、はい、ちょっと始めたいと思います。まあ、とにかくね、さっきも言いましたけど、その当時のロビンソン先生の年齢を超えちゃってますから、まあ、もう残りね、もう数えるとあって、うん、それこそこの体が元気じゃなければ伝えることできませんから、うん、そうするとそろそろ、まあ、ある種秒読みですよね、うん、カウントダウンがある種始まったとも言える、うん、けれどやっぱりもう一回そのためには急がば回りじゃないけど、もう一回初心を思い出さなきゃいけないと思うんです。それでまあね、その終わる頃には今度はもう今ね、こっちの評価でうんぬんじゃから、こっちで何やるかってもそうですけども、向こうで、うん、まあロビンソン先生はじめ猪木会長みんな向こうから見られてるし待ってますから、その時にまあしっかり顔向けできるように、はい、ね、それだけはやっぱり気持ちを新たに向こう行ってきちっと顔向けご挨拶できるように最後しなきゃいけないなと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫なこと。全然十分です。ありがとうございます。行きます。はい。お、できた。できました。何でしょう。うわー。ん？すごい。